西をとりまは、中華民国の軍人、国民軍、国民革命軍の軍人、後に、中国共産党に加入し、チャール民衆公日同盟軍の最高幹部の一人となった。原名は、久し立。別号は予後左官経営者の子として生まれる、1910年春、タスク工場の首食店の学徒となったが、 劣悪な待遇に耐えかねて、店を辞める。基地を取りまは、城の平坦に赴き、兵局所を率いる、左地備え保軍、第二弾で兵士となった。以後、基地は、着実に昇進を重ねていく。1924年、その翌年春に、基地は、水煙と当初副官所長に任せられ、5月には、当所刑務所長兼究兵団長に移った。 南口大戦最中の1926年司令、竜薫薫率いる軍が、乱州で危機に陥る。命を受けた、基地を取りまは、水煙と当初の軍を再編して、第12次、第36旅を結成し、その旅長となる。そして、乱州へ急行し、国民軍に敵対する官縮の地方軍を撃破して、竜を基地から救った。同年9月17日、 兵局省が語元受けしを行い、国民軍を国民連ね軍に改組し、全軍で中国国民党に加入した。翌月、基地を取りまさは、損壊。1927年4月、国民連ね軍が国民革命軍第2集団軍に改組されると、基地は第2軍第19市市長に任命され、同会権を守備している。5月1日、 河南省で方天派のハ林リ張長学領率いる暗黒軍第三四方面軍に包囲されていた直令派、河南保衛軍総司令の雲三様が駅死して救援を求めると兵玉省は、長発系率いる第一集団軍第四方面軍第一重隊と、共に河南省への北伐を決行する。5月6日、基地も道を出撃。 生誕の豪剣から入賞すると26日に洛陽を続いて強剣を次々と攻略する。7月には黄河渡河作戦を決行し、北部信号のダッシュに成功し、暗黒軍を駆逐した。この軍港により、第19市は兵から鉄軍の称号を授かっている。その後も雲三後に攻撃を加え、北伐軍の孝庫の憂いを断っている。 しかし1928年、災難事件で、小海石が日本軍に強い態度を取らなかったことに、吉、大鳥政は非分工害し、一時帰郷して、暫時休養している。間もなく隊に戻ったが、第二集団軍の軍縮、再編に際して吉は、上司の孫和明と対立し、それが原因で、第十九市は解散されてしまい、吉自身は、 陸軍大学特訓班へ送られてしまった。同年冬、基地は改めて国民革命軍第30師首長に任ぜられた。1929年春、姉化省に駐留し、進行してきた馬屋軍を撃退している。5月、第10軍軍長に昇進し、7月には、第7軍軍、長戸地中の公認として、姉化省政府主席となった。 この頃の基地は省に反感を覚えながらも内政改革推進の立場から兵が進める反省内戦にも反対していた。そのため国民軍の休幹部からは誤解や忌避を受けていたとされる。それでも基地を取りマサは1929年10月に兵玉省と省解析との戦争が開始されると姉家から出撃して兵側に着いた。翌年3月、 大理想司令次下、少林派基地の姿勢を疑い、突然これを交流する挙に出るが、幸いにして、氷の口添えがあって基地は難を逃れた。中原大戦では基地率いる軍は、将軍相手に優先し、恐れられたが、最終的には、反将軍は敗北してしまう。戦後、将は、基地の能力を高く評価して、これを牢楽戦とし、基地を、 第22総除軍総指揮兼第30軍軍長に任ずるなど優遇した。1930年11月から基地を取りまは中国共産党の学予間根拠地方移攻撃に参加したが大敗を起きしてしまう。翌1931年からは共産党の地下工作員からの働きかけがあり、さらには 根拠地を基地自ら偵察するなどしているうちに共産党の思想へと次第に傾き始めた。3月の第二次共産党総統選では基地は戦闘参加を暗にボイコットする。5月、共産党に抗応した放棄を行おうとまで企んだが、すでに基地の姿勢を察知していた省の軍事的、政治的手配でそれは決行できなかった。9月から基地は部隊を離れて、 外遊に赴き、日本や欧米諸国を視察した。1932年1月に、吉大鳥マサは帰国し、共産党河北政治保衛局などと連絡を取り合う。8月には、湖北省で、旧部隊の放棄を勧告しようと図った。しかし、これは、失敗に終わり、国民政府から、指名手配を受けてしまう。同年が秋 基地は正式に共産党に加入した。9月からは、兵局省と密談し、カルガン口などで、公日藩省の放棄を準備し始める。翌1933年1月、頂上抗戦が勃発する。同年5月26日、兵と基地は、カルガン口で、ジャハル民衆公日同盟軍の成立を宣言した。兵が総司令、当輪閣が第一軍軍長、 基地が第二軍軍長となっている。6月20日、基地は全敵総指揮に任命され、7月12日にはドロンノールを吸収、攻略する軍港を挙げ、国内でも大きな名声を得た。しかし、国民政府中央の小解析、王朝このため8月4日には、兵玉省が下野に追い込まれ、同盟軍は事実上解散となった。同盟軍の多くは、 総鉄源軍に合流したものの、基地を取りまさや、片新部はこれに応じず、公日反省の軍事活動を継続する。しかし、日本軍、国民党軍の挟み撃ちに遭う形となって、軍の損害は大きく、10月16日、基地、方は、国民革命軍第32軍軍長昇進に、事実上降伏した。北平護送される途中、片は、の助言により脱走し、 基地も、護送人員の配慮により逃亡している。これ以後も、基地を取りまは、天津のフランス疎開に隠れながら、抗日反省の地下活動に従事した。1934年5月には、南関心と中国人民反ファシスト大同盟を結成し、基地は、同盟中央委員会委員となっている。また、雑誌、民族戦記を創刊した。しかし、 同年11月9日、国民党特務により基地は潜伏先の天津イギリス疎開で逮捕される。24日、基地は国民党北平軍分解軍法どころで重殺刑を言い渡され即日執行された。去年40、ありがとうございます。